松岡真由、九条、と芦田愛菜、ぶくもりは、二週目、であることを確認し合う、最高の教師、第6話あらすじ。俳優の松岡真由が主演する19日放送の日本テレビ系連続ドラマ、最高の教師1年後、私は生徒に、された、50字、第6話の、場面写真とあらすじが公開された。教師役初挑戦の松岡が演じるのは、宝来高校3年 D 組の担任、九条里奈。時代に寄り添い、生徒に寄り添うことを諦めた高校の科学教師。卒業式の日に、担任生徒の誰かに突き落とされ、そして時をそ、遡る。教卓に立ち、目の前に見えるのは1年後、自分を殺害する30人の容疑者。九条は、覚悟、大きめ、教室、人生、そのすべてを覆し命がけで生徒に向き合うこととなる。第6話あらすじ。背景、今を生きるすべてのあなたへ。文化祭の打ち上げの際、こちや、遠回りから不意な思いを吐露された鵜久森、芦田愛菜。その言葉を受け、何かを返そうとしたその瞬間、コチアは漏れ出てしまったその思いに戸惑い、飛び出してしまう。コチアを見失う鵜久森、その雑踏の中、鵜久森は自身に起きた2周目の人生を思い返していく。一方の九条、松岡真由は、鵜久森と共にいつものようにお昼ご飯を一緒にしていた際に、打ち明ける、鵜久森さんも、同じですよね、と。自分自身が、2周目、であること、そして鵜久森もそうであること。互いに起きた不可思議な現象を確かめ合う二人、そして二人はもう一つ共通して感じる、感覚、を語る。それは、三回目は絶対にない、そう革新的に感じていること。だからこそ、私たちは未来を変えるために今を必死に生きているのだと。そんな中、一人で思い悩むコチアの元を訪ねる九条。急な休学を申し出たコチアに対し、それはなぜかと尋ねる。そして、思い悩む生徒に向けていつものように、覚悟を持って、私にできることは、何でもします、とまっすぐに告げる。鵜久森は自身に問う、自分はなぜこの2周目の人生が与えられたのかと。そして一つの答えを出す。その時、彼女の中で叶えたいと願っていた自分の希望のすべてが叶えられたことに気づく。そして、鵜久森がそう気づいた時、彼女の中にはもう一つ、変えようのないある感覚が襲う。